皆さんこんにちは。今日はルンバのスライディングドアーズのですね、補修をさせていただきます。ちょっとですね、最初の左へこうツイストするところやりにくそうな事例っていうのをね、何回かちょっと見かけてますんで、そこのところ重点的に今日はやらせてください。はい、まず実演、右足交代して左へ体重を乗せて、左体重も左回転ですから、アームワーク入れ替えてしっかりと体重を落としてください。ここから、下半身が左へぐっとツイストするんですが、右のこの上半身が、上半身がですね、右に置いとかないといけないのがですね、一緒に左へ回っちゃって後から修正して、辻褄を合わせる、この作業をですね、何回やってもですね、同じタイミングにパチンと噛んできませんのでですね、左へ回転、下半身がするときに右が、上半身が左へ持っていかれないように右の方へ引っ張っておいてほしいんですね。この感覚を練習してください。感触ですね、左行くんだけども右持っていかれないぞというような、ところですね。そこのところをやってほしいんですよ。はい、同じタイミングで持っていかれないようにですね、タン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 、持っていかれないぞ、ね、ここで、キープしとくぞ、これを練習してほしいんですよ。後からやってもダメなんですね。こっちにちょっとこっち向いてみますね。タラララ、下半身が左へ回るときに上半身は右へ、引っ張って持っていかれないぞと、この練習をしておいてください。スライディングドアーズというのは上半身が正面をこうスライドするように、正面向いてスライドするようにするというのがですね、私の中でのスライディングドアーズの核になる部分だと思います。思ってるんで、それができた上でですね、いろんなうんちくやらデコレーションはですね、追加していただければと、まあ個人的にはそう思ってます。ですからまずは上半身と下半身しっかりと同じタイミングでギュッと絞れる体をですね、ちょっと作っていただきたい。でも実際ですね、90度にならなくてもいいんですよ。でも、それを目指すぐらいにしとけばちょうどですね、踊るときにいい感触でいけると思いますんで、ゆっくりと痛めないようにですね、ガツンとやらなくていいんですから、同じタイミングで、こうツイストがこうできるようにこうね、やってください。こうこう、これを何回やってもダンス実際踊るときにですね、同じタイミングにはならないので使えませんので、ということを今日はちょっと言わせていただきました。皆さん練習よろしくお願いします。よろしく。